眼科医の平松です。今日は、血膜炎の中の細菌性血膜炎、要は目合にが出る病気についてお話しようと思います。 結膜炎っていうと非常に一般的で聞いたことあると思いますけど、結膜炎って大きく分けると3つあるんですよ。1つは今回お話しする細菌性結膜炎。2つ目がウイルス性結膜炎。3つ目がアレルギー性の結膜炎っていうのがあります。ウイルス性結膜炎やアレルギー性結膜炎は別動画でお話しているので、ちょっとそっちも見ていただけると、私どれかなとか分かりやすいかと思います。今回お話しするのは細菌、バイ菌による結膜炎ってことになります。 細菌とウイルス、どう違うのっていうと、まあ、細菌っていうのはもうそれそのもので、まあ、菌として存在するウイルスっていうのは、まあ、人とかに感染とかをしっかりして初めて存在するような感じなんですね。なので細菌の方が、まあ、治療薬はたくさんあるんですよ。いわゆるこう抗菌薬ってやつですね。 ウイルスって、まあ、治療薬があるやつもあるんですけど少なくとも結膜炎のウイルスに対する治療薬っていうのはないんですよなので今回の細菌性結膜炎に対しては抗菌剤ね抗生物質ってやつですねで結構治ることが多いですことが多いどういうことかっていうと抗生物質ってすべての菌に効く抗生物質ってないんですよある抗生物質を使ったらあ、これこれには強い菌だったとかでダメだから次の菌 抗生物質使ってとかって言って、チェックしながら抗生物質で治療するってことがあるんです。もう一つは、菌を培養と言って検査して、どの抗生物質に強いかを調べて、抗生物質を投与するってことがあると思います。なので、あ、この薬で効かなかった。あの医者はヤブ医者だ。とは思わないで、抗生物質がただ種類が合わなかったってことがあるんですよ。で、どちらかというと特徴としては、目やにがまあそれなりに出る。けど、ひどすぎはせず、 で、黄色くてべったりとした感じというような目やにが出やすいって感じですね。で、風邪っていうほどの症状は生じないかなと。ウイルス性の場合は結構風邪っぽくもなったりするんですよね。っていうのが特徴的かと思います。まあ、それはね、見てみて、最終医者間判断するんですけど、まあ、いわゆる抗生物質が効かないこともあるよっていうのは頭に入れていただけるといいです。他のウイルス性、アレルギー性については別動画見ていただければと思います。よろしくお願いします。